さあ加藤は先頭バッター打ち取りました。伊藤幸也の打球レフトへ、そのままスタンドに入りました。エスコンフィールド第1号は伊藤幸也、打った瞬間それと分かる当たりでした。伊藤幸也への初球、加藤のボールを捉えた伊藤でした。1点先制はイーグルス。やはりあのオープン戦の好調を買われての、ね、この開幕スタメン抜擢で、ね、本当に答えとしました ね今のおそらく外へのフォーシームだったんですけど、少しだけ引っかかってね、甘く入ってきましたけど、そこ見逃せなかった。